さあホームレスたちを解放しに行くか。ごめんよ。おっとごめんよ。おっとごめんよ。おっとごめんよ。お。おい。今メンチ切ったやろ。メンチ切った。ごめんなさい。メンチ切りましたよ。痛いな。刃物はあかん。刃物は飽きません。ここか、ここか、違うわ、2回撃てたな。四つや、四つで快感。おい、何勝手に入ってきとんねん。ここは関係者以外立ち入り禁止や。寝ぼけとるんか、おっさん。寝ぼけてはいない。ここにホームレスが押し込められてるって聞いてな。南京錠。このフロアが全部そうなんだ。ちっちゃい南京錠やな、おい。あ？おい、おかしな客が来とんで、わけのわからんこと言うとら。なんか出てきた。どこのどなたか存じまへんが、どうぞお引き取りを。あおも。この部屋外から鍵かけてんだな。中にホームレスを閉じ込めるためか。なんや面倒なお客やな。人んち来て説教垂れんなや。ぶち殺されんで。そう、嘘。そんな力技。長いこと換気もされてね。やばいや。どれ、随分勝手な真似するやんけ。覚悟できとるやろ。ちゃんと換気ぐらいせよ、お前ら。こいつが持つか。間で金だか。いた、相手。なんなんや、あんた。うわあ、すごい。嘘やろ。なんでそんな、まあ、ずいぶんかき集めたもんだ。こんな
たことしてただですまんぞ。わしらは組の人間や。大見連合やぞ、こら。そのコッパだろ。コッパ。よほど食い詰めたと見えるな。こんな忍びに手出しやがって。大見連合だったらなんだ。上にでも泣きつくか。だがいくら弱小の組でも、たった一人に潰されたとあっちゃ、もうここからは出歩けない。おまけに大海の看板に泥を塗ったんだ。騒ぎにしてバカ見んのはお前らだぜ。あんた何もいや。おとなしく囲った人たちを解放しろ。今日のことはここだけの話にしといてやる。こいつはお前らのために言ってんだぜ。素晴らしいで、上流エクセレントや。赤目、よくここが分かったな。上流ならそろそろ片付くと思ってな。外まで囲い屋さんらのお悲鳴聞こえてたで。騒ぎなってるよ。ああ、ホームレス食いもんにしてるくせにうちの顔も知らんのかいな。ったく、勉強不足もええとこや。やかしい。わしらホームレスに寝床と食いもん支援しとったやで。それの何が悪いんや。こんな悪いに決まっとるやろが。こんな寝床ちゃう。都合のええこと抜かしよってこの三下。こないゴミ屋敷に行産詰め込んで何が支援や。勝手に外にも出れんようにして。せやったらお前が代わりに入ってみ。後から来ただけなのにものすごく偉そうにしてるな。囲ってた皆さんの通帳、身分証、書類もろもろ全部出せや。せやないとまた上流の鉄拳を食らわすでな。ああ、そういうことだ。そういうことだ。ええですね。いやー、上流めっちゃ強いんやな。おかげさんで罪なき人たちをいっぱい救えたわ。本当に救えたんならいいがな。ん？どういう意味？まさかボランティアでやったわけじゃねえだろ。今度は囲い屋に代わってお前があの人たちを食い物にする気か。いややな、うちはそんなんちゃう。真っ当な支援が受けられるようにちゃんと手貸しますって。どうだかな。あのな、ちょっとうちに誤解があるようやからしっかり言うとくで。うちがホームレスの人たちを食い物にすることだけは絶対にありえへん。ありえん？あの人らには昔個人的な恩義があるもんでな。それをあだで返す、人の道に外れるわ。そもそもうちが何でもやとか情報屋とかやってんのもその恩返しが理由の一つ。ほう。うちを受け入れてくれたこの町やみんなのためお役に立ちたい一心や。もちろんそれでぼちぼち稼がせてもらってんのは否定せえへんで。あんたが昔ホームレスに受けた恩義ってのは何のことだ。何ですの。それはまあもうちょいあんたとの距離が縮まったらいつか話すかもな。なるほど。真意のはお互い様か。今回助けたホームレスの皆さんには見返りとしてうちのお仲間になってもらう。情報屋として。さらに充実した赤目さんの情報網は彼らをより安全に守ることだってできる。つまりそれってウィンウィンの関係ちゃう。そうやな、うんうんの関係。今までもそうやって情報網を作ってきたわけか。せやけど、まあ、今回は情報って人やからね。上流のおかげや。約束通りキャッスルにご案内するな。やっそうだな。とその前に。ん？なあ上流、あんたやっぱり大した腕っぷしやん。だから頼むわ、これからもうちの仕事を手伝ってくれへんな。
ねえ、どうしよう。お前の仕事？うちは仕事を来るもの拒まずの何でもややね。けど業務によってはどうしたって向き不向きっちゅうんがあるやろ。上流のパンチ一発で済むのをうちがペシペシビンタ100発食らわして税破すんのも頭悪いやん。まあ確かに効率が悪いな。もちろん芝生はさっきみたいなクズに限るし、世のため人のためのお仕事や。俺は用事が済んだらすぐに蒼天堀を出ていくんだ。そうな。だからその間だけでよけりゃ手伝ってもいい。お、ほんまに？ええー、ってええー、って。そしたら早速なんやけど、キャッスル行くまでもうちょいお仕事を頼んでもいい？おい、なんだと？分かってるって、急いでるんやんな。けどこっちの支度もあるし、出発は夜になってからや。それまで少し時間あるし、ちょっとだけうちとお金稼いどこな。お金な、夜までだな。いやー、しびれるわ。ほんまお気に。あんな説明させてよな。少し長くなるけど居眠りしたらあかんで、上流。できるだけ手短に頼む。まあまあ、そう言わんとうちが何でもやとか情報屋とかやってんのはよう知っとんな。せやね。上流にはまず何でもやとしての外回りの仕事手伝おうともらって、外回り駆け出しのあんたにいきなり大仕事を任せるのも正直不安やしな。あのね、ほう、困ってる人の方、赤目ネットワークに貢献してほしい。上流は基地しこなくて、赤目ネットワーク情報も強化につながっていくことになる。あんな、まあこれもサブイベントと言いますか、何と言いますかってやつかな。せやね。こういうやつも今回やっていきたいよね。レベル3になるまで、はい、頼むわ。サポートマップっていう使えば一目瞭然や。わかった。さあ、赤目ネットワークレベルについて。赤目ネットワークレベル上げると情報網が広がることで新たな依頼が舞い込んできたり、赤目との特別なイベントが発生したりします。赤目ネットワークレベル、赤目ポイントを入手することで上がっていきます。おお、なるほど。おお、能力強化や。へえ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 。やりに行きましょう。やりに行きましょう。皆さん、赤目ネットワーク、これか。どうも。うわーん、僕の大事なボールが、僕のボールが200ポイント、僕の大事なボールが木の枝に引っかかっちゃった。大丈夫、僕は知ってんだ。この世にはヒーローがいるって。きっとヒーローが助けに来てくれるんだ。来てくれるよね。起きてやるよ。待ってな。おいおい、少年、取ってやるんだぞ、サッカーボール。ほら、お前のボールだ。ウィー、迷彩書、ウィーウィーのウィー、レベルアップ。楽しそう、こういうのも楽しいね。あの、赤目の目印がついてる 人たちを探せばいいってことだよね。僕のボールが今ここにいる。今これ僕のボールがやったんじゃない？え、違うの？
まあ、とにかくちょっといるわ。なんやわれ、なんやわれ。あ、いた、困ってる人いた、発見。下田、大切にせ、サインボールが電柱に引っかかってもうた。なんでサインボールが電柱に引っかかんねん、おかしいやろ。どこや、サインボール投げてたんか、もしかして。え、どこや、これか。サインボールを投げたらあかんで、サインボールは大切にしてや。いい、お金も稼げていいね。さあどんどんネットワークレベル上げていくぞ。ーあー、困ってる人がいる。あー、腹ペコでもうダメや。どっかに食い物は落ちてないか。いや、食い物は落ちてないよ、さすがに。あら、全部野良猫ちゃんにあげての、優しい、この人優しい人や。いるわ、引っかかってる。あれやな、よいしょ。あ、下着。あら、そうそうそう。あ、なんか困ってる人発見。コンビニ弁当。あ、でもすぐ近くにあるやん、酒が飲みたい。わかった、コンビニ弁当はお酒やね。オッケー、いらっしゃいませ。お、とんかつ弁当とお酒ないのか。お酒売ってないのか、コンビニのくせに。あ、日本酒売ってる。ありがとうございます。放ってきたったで。はい、とんかつ弁当。レベル4。はい、お酒飲みたいってな。だって能力強化できそう、お金結構貯まったからね。ヒートアクション顔面、あー、ヒートアクション欲しいな。やっぱりヒートアクション欲しい。ヒートゲージ最大値アップ。あ、もうそっかな、お金あんま使っておくといろいろ後で困ることもあるやろうし。あ、なんか困ってる人がいる。移動も、いや、おやめとけ、相手はじいさんじゃねえか。悩まれ、正義の味方かいな、かっこええの。大丈夫か、じいさん。5万円、うえー。まあ一回、まあとりあえず。楽しいかも、赤目ネットワーク。困った人と助ける。上流。ああ。目立った活動、例えば派手に食ったり遊んだりいろいろやな。
ほんなら店の人や町の人も喜ぶやろ。赤目の仲間である上流が町で目立った活動をすることで赤目ネットワークの宣伝になります。たくさん食べて遊んでバトルして赤目ネットワークを広げて広めていきましょう。わかりました。依頼についてアジトで赤目から直接頼まれる仕事です。報酬として多くの赤目ポイントとお金を入手することができます。緊急依頼10万円一倉松尾。新しい依頼が来たようで赤目から話を聞いてみよう。頼むわ。キャバクラに行ってきてほしいんや。キャバクラにクラブ、ヘブンリーっていう新しいキャバクラができたらしくて、何でもそこが生っぽいキャバクラとか言われて、何や生っぽいキャバクラって、何やねん生っぽいって。むっつりスケベの上流さん、誰がむっつりスケベや。頼むわ。生っぽいキャバクラを調査せよ。意味わからへん、なんやねん生っぽいキャバクラって、謎すぎるぞ。行こう。ゆりさん謝っても、たく時間食っちゃう。ああ、また困ってる人がいる。お小遣いちょうだい。なんだ君は。こんな連中に払うくらいの助けてくれた人に渡すのが100倍増しってもんだ。お、いいよ。親父ガリガリ以来ね。ああ、ヘブンリーってあるわ。いらっしゃいませ。クラブヘブンリーへ。ご利用料金はセット料、指名料込みで1万円ですが、いかがいたしましょうか。キャバクラかどうするか。入店しましょう。お、ケイ。どっちにしようかな。生っぽいってそういうことか。こっちにしよう。 K でいこう。 K ちゃんでいこう。生っぽいキャバクラってそういうことね。いらっしゃいませ。キャバクラオーディションってなんかやってたな。 K と申します。よろしくお願いします。私アメリカ生まれなので日本語とかちょっと発音分かりにくかったらごめんなさい。甘えやな、そんなアメリカって発音分かりにくかった。俺と話して上達すればいい。俺と話して上達すればいい。そう言っていただけると嬉しいです。いっぱい話しましょうね。生っぽいキャバクラ、こういうことや。ここはウイスキーで。はい、お願いします。チェーズ、乾杯。ウイウイのウイスキー。何これ。
トークセレクト、趣味はピッツァ好き、好きな日本食、趣味はここは無難にね。私の趣味ってゲームなんですけど、奇遇やね。上流さんはなんか趣味あるんですか？そうやな、でもキリュウちゃん、そうやな、キャバクラ、カラオケやな、キリュウちゃんは。カラオケだな。歌好きなんですね。私も大好き。今度聞かせてくださいよ。ええよ。好きな日本食。日本の料理って本当に美味しいですよね。日本食何が好きですか？さあ何やろう、寿司だな。これ何、これ何、これ、おーおお、つけだな。いや寿司やね。寿司だな。やっぱ寿司やで。お寿司、やっぱりお寿司ですよね。やっぱり寿司よ。お寿司大好き。お寿司食べたくなってきた。プレゼント渡すか。あ、タフレス Z なんて渡してもしょうがないしな。そういえばこれあったな、プライムハートイヤリング。プライムハートイヤリング、これあげる。あ、お、おみおつけ、おみおつけって読むやね。ストリーマーってわかります？あ、俺のことやれ、ストリーマー。ライブ動画の配信者だろう。俺もストリーマーやで。ライブ動画の配信者だろう。さすが上流さん、何でも知ってますね。そう、私実はライブ配信とかしてるんですよ。まだ誰にも言ってないんで、知ってるの上流さんだけです。イエーイ。退店のお時間となりました。やばい、リアル来てくださいね。生っぽいってのはこういうことやね。生やからね。実調査してきたで。上流、ああ行ってきたぞ。生っぽかったわ。確かに生っぽかったな。他よりも生めかしいというか、臨場感があるというか、よりリアルな恋人感覚になれる店だったかもしれないな。怪しい店でなかったぞ。とても健全な店だ。あのクオリティならこれから流行ると思うぜ。お、さすがムッツリスケベの上流さんや。いつも無口なのにキャバクラのこと。いや、まあね、キリュウちゃんキャバクラ経営も してましたからね。なんせね、龍がごとく2位でね、極み2位でね。楽しかったな、あのキャバクラ経営な、本当に。お、滋養強壮剤オーリクテーゲット。生っぽいキャバクラを調査せよ。上流、ご苦労さんやったな。上流、依頼をこなしてくれた俺に、うちからとっておきのネタ教えたのね。え、なんダンサラモン橋の公衆便所脇に細い道があってな、そこに入ると裏門の武器屋があるんや。なんだよ裏門の武器屋。どんな白曽根か行ってみて楽しみや。よろしゅう頼んますわ。今度は武器屋に行くぜ。大戸君こっちか。うわすごい、すごい酒瓶というか。なんやおい、見せ物ちゃうぞこら。わしは伝説の武器職人やで、なめんなや。ん、おう、武器職人がお前こんなとこでねえ。
バー。え？あれ？トラや。一押しの武器。うん？ドローン。時代は進んでいくね。うん。おう。ユートランド。何？ジョリュー。試されるのは武器やろうってあんたの方やで、ジョリュー。ああ。うん。ああ。うん。おう。足を敵は思って殺す気で戦うんや。あんまり大声出すんじゃねえ、大きな声出すんじゃねえ。装填堀の住人、AI を搭載した、自立戦闘補助ドローン、三角を長押しすることで呼び出せる。王竜に変更すると全機撤収する。ほう、うわ来た、うわあ来た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 、うわあ、うわあいっぱい来た、おい、いけいけいけ、ドローン行け、ドローン行け、うわぁやばい、ちょっと待って、体力減ってるやん。カウンターみたいなの気持ちいいね。おい、いや、うーん、ありがとうよ。いや、グランドや、グランド。ジョリ、大蔵寺の動きを使っとるな。つまりあそこのエージェントっちゅうことや。いや、さあな、何の話かわからねえ。大蔵寺のエージェントなの聞いたこともねえ。ああ何、よろしゅう頼むわ。ミゾロギアキラ、
かつては世界中の地下闘技場を渡り歩き、人生をかけて格闘家のてっぺんを目指したバカな男や、行く先々で多くの技を覚え、副業として若い連中や軍隊なんかにも格闘技術を教えてやった。そのうちの一つが大道寺一派や。あそこで教えたのはもう20年前以上なるの。そうか、大道寺のあれを教えたおっちゃんやったんや。新たな能力強化が可能となります。そうやな。やったー、ドローン型ガジェットー。ポーズ目に能力画面強化からお金や赤目ポイントを使うことで強化することが可能です。ちょっとええか、ちょっとええか。ああ頼むで。タバコ屋。あのちょっといいか、俺は上流ってもんだ。みぞろぎに紹介されてきた。ああ、さっき彼から聞いた話は全部承知してるわ。こんなタバコ屋今もあんのかな、こんなおばちゃんが売ってるこのタバコ屋。ええもんになるかあなたの使い方次第よ。ああ。あ、ホタル。花火。タバコをポイ捨てするバカにはちょっと制裁加えんとな。ああ。さあお立ち会い、ここに取り出してみたる、見せたる一見普通のタバコ、火をつける必要もございません。不届きなポイ捨てヤクザにこちらをポイと投げますと。ギャー、な、何が起きたんや。ずいぶん物騒なタバコだ。威力はそうでもねえが、小型爆弾ってところか。いいよ、ホットな花火よ。何してもこんな街中で手軽に使っていいもんじゃねえだろう。うん、だから私がこれを人に渡すなんてめったにない。あなたがみぞろぎくんに紹介された人だから渡すのよ。はあ、タバコ型兵器ガジェット、ホタル、私はそう呼んでるわ。これもガジェットか。ええ、ありがたく使わせてもらうよ。ありがとう。